ジャックプ、ジミー・ドルマズは、スウェーデン・イレブルー出身のプロサッカー選手。スウェーデン代表、ファティカラ・ギュムルク、SK 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。BK フォワードという地元クラブでキャリアをスタート。2008年7月に、国内競合クラブのマルメ f f に移籍。同月のハンマルビー・イフで、トップリーグデビューを果たした。2012年7月、現地レルビルリ SK に、 遺跡2014年8月、オリンピアコス FC に遺跡。2016年8月、トゥールーズ FC に遺跡。2019年7月2日、ガラタサライ SK と3年契約を締結することが発表された。2020年10月2日、ファティカラ・ギュムリュク SK に期限付き遺跡。その後完全遺跡となった。2011年2月8日のキープロス戦で、 スウェーデン代表デビュー。2012年1月、北欧リーグのトップ選手を集めて行われたキャンプに参加した。シリア聖教徒の家に生まれた。父はトルコマルリン県からの移民で、このためトルコ市民権を有している。親戚のシャーベル・トーマとダビド・ドゥルマズも共にサッカー選手である。ありがとうございます。